何考えてんだお前は。ごめんなさい。傷残っちまったな。ジュビアは気にしてません。ウェンディに頼めば傷消せるんじゃねえのか。そういうグレイ様も傷そのままですよ。男と女じゃあれだろ。お前の体は。お前の体は、うん、俺のものかもしれねっつが、また何か聞こえちゃったのね。グレイとジュビアのことは私も気になるけど、最近他にも気になる男女がいるの。エルフマンとエヴァ。男やかましい。また夫婦喧嘩かよ。やれやれ。気になるけど普通に仲いいからね。あ、うん、ラクサスとミラさん。冗談じゃない。ないない。でも一時期そんな噂あったんだよ。お前ラクサスとリサーナ、ラクサスとカナ。おう、女の噂ありすぎか。ラクサス、これもうまいぞ。そうだ、肩でも揉もうか。おう、さて飯飯。それにしても大したものだな。まさか賞を取るなんて。私には全く文才がなくてな。お世話になってるギルドに感謝状を送ったら、武装した奴らが攻めてきたこともあった。とにかくおめでとう、ルーシー。同じギルドの一員として誇りに思う。ありがとう、エルザ。そう、私が気になってるのは、ずっとすれ違ってばかりだったエルザとジェラール。ちょっと話がそれるんだけど、フィオーレ王国では仙台王が隠居されて翡翠姫が女王に即位したの。女王はアルバレス国との国交回復をはじめ、この国を豊かにするためすごく頑張ってる。その一環でね、ジェラールたちクリムソルシエールに恩赦が与えられた。女王陛下、それはつまり恩赦ですか。バカな。どういうこと。罪が許されたですね。でも私たち闇ギルドだったんだぞ。事情は聞いています。あなたたちの過去も。あなたたちは罪を背負わされた者たち。心は誰よりも明日を向いているというのに。これからも人々のために生きてください。生きる。そんなわけで自由の身になったジェラールたち。エルザもきっと喜ぶと思ってたんだけど。複雑だ。複雑すぎるぞルーシー。もっとわかりやすく書いてくれ。もうよくわかんないんだよこの人。難しい言葉を。でも私は知ってる。御社の知らせが届いて以降、全く丁寧に興味なかった自分の髪を毎日解き始めたの。